よ、トニー B。理念の配達に来たが。ポークストアなのに肉売らないで油売ってんのか。俺もいい。もちろん。掛け金ちょいと高いぜ。ナプキンで払うのはなしだぞ。そこだけ染め忘れたのか。すげえ年寄りがいるな。おお。配れよ、食い物みたいに大事に抱えてないで。それはなんだ、シャツ乾かすのか。秘伝のマッサージチェアだよ。ねえ、こんなに凝ってたとは知らなかったぜ。ああ、腰が軽いよ。こっちは重いけどな。何やってんだトニー、あんたもやってみなよ。すげえ気持ちいいぜ。極楽に行ってもらえりゃこっちもやりがいがあるってもんだ。お前ら俺がちょいと出てる間に随分くつろいでるじゃねえか。なんだ、ご機嫌斜めだな。ちょっと話がある。俺の機嫌が斜めだろうとまっすぐだろうと関係ねえ。ちょっと言ってみただけだろう。うるせえ。この間のパーティーの時もなんだありゃ、うう、デブッチョの腕回しだ。昔とは違うんだ。仮にも俺はボスだぞ。腹で押すなよ。これをおちょくるな。分かったか。分かった。あそこでマッサージはやめろ。仕事場だ、温泉じゃねえ。